今季は史上最多の53本塁打56盗塁など規格外の活躍を見せた大谷選手だが、1、2番コンビを組んだムーキー・ベッツ外野手の存在を忘れてはならない。怪我から復帰後は大谷の後を打ち、相手チームにプレッシャーをかけ続けた。前半戦は2位に一時9ゲーム差をつけながら、後半は2位パドレスの猛追を受けた。グラスノー、カーショー、ストーンら投手陣に離脱者が続出。打線も噛み合わず、名門球団が苦しんだ。気づけばゲーム差は2。離脱者が多いのは残念だけど、それを言い訳にしちゃいけない。ロッカールームの空気は重い。でも、ベッツは前だけを見た。調子の上がり下がりはあるもの。抜け出す方法を見出さないといけない。嵐の中にいる時はそれと戦うのではなく受け入れないと。そこで抜け道を見つけ出すんだ、と語った。間違いなく真のリーダー。ベッツの存在は大きいね。影の MVP と言えるだろう。本当に役者揃い。大谷申告後のベッツの怒りのホームランかっこよかった。やはり超一流選手は違うなと。ベッツはその言動を見ていると賢明さを感じさせつつ明るさもある。ドジャースのメンバー、キャラが立ってて素晴らしい。お互いをリスペクトし合い、自分の仕事を淡々とこなし、喜怒哀楽を爆発させて見ていて楽しい。怪我人出してもドジャースは淡々と貯金重ねてたんだよね。パドレスが後半戦異常な勝ち星を重ねただけ。ベッツは体格的に他の選手より小柄というハンデを常に背負ってプレイしてきたから、逆境に負けないというマインドは人一倍強いんやと思う。フリーマン・ベッツ・翔平さん兄弟ともナイスガイ。他にも心優しきメンバー揃いのドジャース。最後まで駆け抜けてほしい。ベッツは言うことがいつもすごくかっこいい。プレイも精神面もすごい選手。ベッツは本当に欠かせないよね。こんな素晴らしい感がチームにいるのは羨ましい限り。ベッツはすごい。日本人記者があまり大谷についてのコメントを求めすぎて、気を悪くしないでほしい。